はい、ということで、ランは走ったり何々になったり運営したり、ね、取り仕切ったりするいろんな意味があるわけですが、文献によって意味が変わってくるということですね。これは聞いたことがあるんじゃないかと思いますが、英語の動詞って2種類ありまして、自動詞、他動詞に分けられるんですね。目的語を取る動詞のことを他動詞という言い方をします。目的語を取らない動詞のことを自動詞というふうに言うわけですね。さあ、最初の例文、 She ran to the meeting、これをちょっと思い出していただきたいんですが、 run は自動詞ですね。自動詞は目的語を取らないという言い方を今しましたけれども、言い方を変えれば目的語を取らなくても意味が成立するということですね。彼女が会議に走っているという、様子をですねイメージしていただきたいと思いますね。まあ、まさにこんな感じになるんじゃないかと思いますけれど、彼女が一人いればこれで完結するわけですね。登場人物は彼女一人で成立するわけです。これが自動詞の大きな特徴ですね。じゃあ3つ目の例文、他動詞を使ったケースどうでしょうか。She ran the meeting、彼女は会議を回したってことですが、 She ran だけ言ってもですね、何回したの、何経営したのっていうツッコミが入るわけですね。会議がないと彼女は会議を運営したというセンテンスっていうのは成立しない。これが他動詞の本質ということになります。いいでしょうか。目的語を取る取らないっていうのはそうなんですが、目的語がないと意味が成立しないということですね。登場人物彼女だけじゃなくて、その対象となる会議が必要となるということになります。さあ、それでですね、まあ、英語を長く教えているとですね、皆さんからいろんな質問を受けますけれども、一番多い質問がまあこれなんですね。自動詞と他動詞どう区別するんですかっていうね、質問が非常に多い。一番シンプルな答え方、ちょっとリスクもあるんですけど、まずお付き合いください。一番シンプルな、説明の仕方は、日本語で考えて何々をと言える場合は他動詞というふうにお考えください。会議を運営する、会議を取り仕切ると言えるから、この場合ランは他動詞だったわけですね。公園を走ると、まあ言えそうですけれども、公園で走るっていうのが一般的な言い方ですね。をと言えない場合が自動詞ということです。ちょっと例を変えたね、説明しましょうか。 I sleep on the sofa、 私はソファーで寝るですね。ソファーを寝ると言えないので、寝るという動詞は自動詞であるというふうに判断してください。I eat rice、 私はご飯を食べるということで、を食べると言えるから食べるは他動詞であるという判断ですね。さあ、今一箇所ですね、私インチキをしたんですけれども、どこだかお気づきでしょうか。ズルをしたんですね。日本語で考えちゃったんですね。寝るというのは、自動詞である、そして食べるというのは他動詞であるということ、今日本語を使って説明しましたけれども、今日最初に申し上げたことね、ちょっと思い出してください。ラブは愛だったでしょうか。リバーは川だったでしょうか。やっぱりですね、日本語と英語、言語が違うわけですから、何々をの有無でうまく対応できるはずがないんですね。はずがないんです。そもそも言語が違うわけだから、したがって今回はたまたま、対応しているケースですね。寝るはスリープと一緒で自動詞、 eat は、まあ、食べると同じで他動詞と言えるわけですが、こういうことが起きちゃうわけですね。 I graduated from Stanford University、 私はスタンフォード大学を卒業したと言いますね。何々をと言えるから graduate は他動詞のはずなんですね。まあ、実際日本語で卒業するっていう動詞はね、他動詞じゃないかと思いますね。何々を卒業すると言えるわけですね。ところが英語だと from が必要になりますので、自動詞ということなんですね。逆の例を見ておくと、 I married a doctor ですね。私は医者と結婚したということで、医者を結婚するとは言わないわけですね。したがって日本語で結婚すると言った場合は自動詞ということになりますが、英語だとですね、Married with とか Married to というような言い方しないんですね。前置詞はいりません。ダイレクトに目的語を取り扱う、これを他動詞っていうわけですね。じゃあどうすればいいんだってことですね。もう八方塞がりですよね。覚えるしかないのかということになりますが、まあ、確かにですね、覚えていただいた方が便利なものっていうのはたくさんあります。で、皆さん、ダウンロードしていただけるコンテンツで、こちらのハンドブックっていうのがありますが、他動詞と間違えやすい自動詞ですね、これ1番にまとまってますので、後で1番のところでチェックを入れていただきたいと思います。そして、自動詞と間違えやすい他動詞ですね、これは3番のところに上がっていますので、後でね、チェックを入れていきましょう。
さて一つだけ解決方法をですねご提案したいと思うんですが、グラジュエイトってどんな意味なの。一つはネイティブに聞いてみるってことですね。グラジュエイトってどんな意味なんですか。ただどうでしょうね、ネイティブの方だったらこういうケースで使いますよみたいなね例を挙げて説明してくれると思いますが、それだとやっぱり日本語だとどういうふうに訳すのかなっていうのは分かり得ないわけなんですが、例えばあ、ごめんなさい、これ書いてありましたね、自動詞他動詞、英辞書を引いてみるっていうのは一つの手ですよね。英辞書でグラジュエイトを引くと、to obtain a degree というふうに出てきます。まあ、学位を取得することなんて意味が載ってるわけですね。そうすると、やはりスタンフォード大学で、スタンフォード大学から学位を取得したっていう発想っていうのは非常に納得がいくわけですね。ですから、卒業するイコールグラジュエイトではない。グラジュエイトはグラジュエイトでしか表せない意味合いがある。ここはまずしっかり押さえておいてください。さあ、それではインサイトクイズに参りましょう。皆さんは実際に5分弱でですね問題を解いた後でこちらのクイズ解説をご覧ください。さあそれではナンバーワンから参りましょう。We should discuss the blank of signing another contract ですね。やはりここで注目していただきたいのは discuss という動詞です。これもですね、ハンドブックの3番をご覧いただきたいんですが、重要な他動詞として載っているはずです。他動詞ってどんなものだったでしょうか。目的語を取らないと意味が成立しない動詞でしたね。後ろに目的語を必ず取る動詞です。目的語になれる品詞はたった1つで、名詞だけですね。したがってこの2つ、possible、possibility のうち名詞はどっちという問題になるわけです。正解は possibility、 可能性という意味の名詞をお選びください。私たちは別の契約にサインをする可能性について議論すべきだ、そんな意味ですね。さあ、ディスカスも紛らわしいですね。これ日本語に訳すとおそらく、まあ、今も言いましたが議論するという意味ですよね。日本語で、その可能性について議論するという言い方をしますから、どうしてもですね日本語で考えてしまうと discuss about のようにね、about を入れたくなるんですが、込み込みであるってことです。もうディスカスの中にその意味が入っているというふうにお考えください。まあ、言い換えるとすれば talk about ですね。逆に talk は自動詞ですから、talk the possibility とは言えないわけで talk about the possibility のような言い方になります。前置詞をワンクッション挟まないと目的語を取れないものを自動詞というふうに言うわけですね。さあ、ディスカスは何々について議論するですが、ついての意味は込み込みであるということです。さあ、ということでその問題について議論するという場合どっちがいいかなということですね。これもお分かりですね。今言いましたが他動詞ですから discuss the issue という言い方になります。 about は不要です。 Number 2参りましょう。There was much discussion, blank for the future ということですね。たった今 discuss は他動詞であると言いましたね。 about はいらない、込み込みであるというふうに言いましたので、こちらね the plans を選びになった方いらっしゃると思いますが、正解はこっちですね。じゃあ今嘘を言ったのかということですが、そうじゃないんですね。あくまで discuss 動詞として使った場合に about の意味が込み込みであるということです。 discussion になってしまうとこれは名詞ですから、名詞っていうのはそもそも目的語なんて取れないわけですね。後ろに目的語、名詞を取る場合は必ず前置詞を挟まないとつながらないということです。将来のプランについて、多くの議論が持たれた、そんな意味ですね。さあ、ということで discuss the issue、 その問題を議論する。 discuss を動詞として使う場合は他動詞ですから about は不要です。一方で discussion になると名詞ですから about the issue ということでね、前置詞が必要になるということになります。 discuss はですね名詞になると形が変わりますから、スペリングが変わりますから、まあ言っても見ればわかるんですよね。注意していただきたいのは例えば visit ですね。 plan to visit London であるのに対してこれはいかがでしょうか。どちらが動詞のビジットかお分かりでしょうか。これは上ですね。でビジットは訪問するという意味ですが、これは他動詞なのでダイレクトにロンドンという目的語を取ります。ビジット to ロンドンと言わないわけですね。
一方で下はあがついていることからもお分かりのようにこのビジットは訪問という意味の名詞です。まあ、同じスペリングでね品種が変わっちゃいますのでちょっとトリッキーですけれども、こういう場合は前置詞を入れなければいけないということでね、ご注意ください。